カウテレビがお届けします。社長室101、今回は東京都日本橋からお届けしております。今日お尋ねしている企業はあるパイオニア企業です。医療業界向けの、セミナーや講演会というものを、ライブ配信で、提供されてきた、企業さんでいらっしゃいます。会社名を木村情報技術株式会社さんとおっしゃいまして、そちらの創業者でいらっしゃいます、木村社長に、今回は同社の創業の経緯、そして強さの秘密について、詳しくお話を伺いしていきたいと思います。それではご紹介します。木村社長です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。木村情報技術株式会社さんということで、まず事業概要の方から、はい、お聞きしてもよろしいでしょうか。はい、大きく挙げると事業内容は2つあります。2つ、はいはい、まずイベント事業部というのが1つありまして、はい、これはインターネットテレビ局みたいなものをやっておりまして、はい、で製薬企業様から、まあ、委託を受けてですね、医薬品情報を、まあ、テレビ局みたいなところからスタジオから配信して、まあ、医療従事者の方々、お医者さん、薬剤師さん、看護師さんの中にですね、その情報を届けていくような、まあ、そういうようなお仕事がイベントの事業部一つですね。今そのお取引先数でいうとどれぐらいあって、どういった方々に提供されているんでしょうか。そうですね、製薬企業様がメインになりまして、約60社、今60社、はい、で年間で2000回ぐらい配信をしてます、はい、多い時は1日13、4件ぐらい同時にやったりしてますね。それを聞かれる方々は医療従事者なので、まあ、先ほどもお話しましたけども、お医者さんとか薬剤師さん、看護師さん、まあ、そういう方々が、まあ、インターネットを通じて、まあ、コンピューターとかタブレットでそれを視聴することができる形にしています。まあ、年間70万人ぐらいが延べ人数として使っていることになっています。でもう一つがAI 事業部といって、まあ、今の流行りの人工知能ビジネスを、まあ、この3年前からスタートしまして、まあ、それでも今人工知能を扱っている社員が110人ぐらいですかね、まあ、きっと日本の中でも最先端で、まあ、最大の人数を抱えているのではないかなというふうに思っています。具体的にどういった取り組みがあるんでしょうか。メインなところではですね、 IBM ワトソンの日本語版というものを実は日本で一番最初に扱う、まあ、エコシステムパートナーというふうにありまして、今はメインとしてはチャットボット、そちらの方をそれで、まあ、企業さんにご提供しています。例えば会社、何かしらの会社さんは商品を扱ってますよね。そうするとそれが、まあ、一般の方なのか、ある他の企業の方なのかが使われたりするときに、分からないことがあったら問い合わせをしますね。そこにはコールセンターっていうのがありまして、でコールセンターの方々が、まあ、お電話で対応する。ただそれを人工知能が人間の代わりに受け答えをするような、まあ、そのことができるという、まあ、新しいシステムを世に提供しているという感じです。なるほど。2つの事業というところで売上比率でいうとどうなっているんでしょうか。30対5ぐらいですかね、うんうんうん、イベント需要の方が、まあ、長年や、もう10年以上やってますので、まあ、それが30ぐらいで、あと AI 事業の会社は 5ぐらい、そのバランスですね。ちょっと配信までの流れをちょっとイメージしたいんですけれども、はい、まあ、企業さん側がスポンサーという立場になってくださるということですよね。そうです。で、視聴者さんがその医療従事系の方々で、その間に立っているのが木村情報技術さんということで、はい、ビジネスモデルでいうとどういった形でこう収益を得ていらっしゃるんでしょうか。そうですね、私たちはインターネットテレビ局みたいなものを、受け持ってますんで、まあ、テレビ局にそのスポンサーである製薬企業さんが、まあ、そこで話してほしい内容などを話せる、まあ、大学病院の先生方をそのスタジオに連れてきます。で先生方は、非常にアカデミックな内容でお話をします。約1時間ぐらいなんですけども、まあ、そういうような内容を、一般視聴者の医療従事者の方は無料で聞けるんですね。でお金をいただくのは製薬企業さんから、まあ、私たちはそういうことを受託して、まあ、テレビ局としてお金をいただく、まあ、先生方は無料で聞ける、まあ、そんなような形がビジネスモデルになってますね。契約でいうとその1回あたりの契約が多いのか、年間でこう
使っていただけるような商品になっているのかっていうと、そうですね、最近はもう製薬企業様で、まあ、1年間通して、まあ、何十回だとか、まあ、100回だとかいう形になってきますので、それに関して、まあ、ボリュームディスカウントなども、考慮して、まあ、見積もりをお出しして、ご契約をしているという形になりますね。なるほど。その大学の先生っていうのはその製薬会社さんがこう決めていくものになるんでしょうか。そうですね、あのそれぞれの製品によって、まあ高血圧とか糖尿病ですとか、まあ、そういう消化器関係だとかいうことになりますので、まあ、それに非常に詳しいご専門になしている先生方を、まあ、チョイスするのは製薬企業さんになりますね。なるほど。まあ、いつも同じ先生とは限らないので、はい、じゃあ今日はこの商品だからこの先生に話してもらおうっていうので、その木村情報技術さん そのスタジオを借りて、でお話ししてもらって、それをライブで配信するっていうような形でしょうか。そうですね。その視聴者 その医療従事者の方はどういったところからこうあの集客されてるんでしょうか。そうですね、あの 薬、まあ、医療従事者用のポータルサイトというのが、ポータルサイトというのが世にありまして、まあ、そのポータルサイトに先生方は、まあ、エントリーしてるんですね、まあ、そのポータルサイトは先生方に、まあ、医療関係のことですとか全般的なことを、まあ、情報提供しているので、まあ、先生方は日々そういうポータルサイトを、まあ、閲覧してるんですね、まあ、そういうようなポータルサイト系に登録している先生が、まあ、こういうような、まあ、配信がありますよということがメールとかで、もしくはホームページ上で告知されるので、まあ、興味ある先生方はそれをクリックして、まあ、私たちの、まあ、ライブ配信の方に、まあ、入ってくるという形の流れになります。なるほど。じゃあ集客の方はそのポータルサイトの企業さんとあの契約しながら、はい、そうですね、でそこの会員の方に向けてメールで今回はこういう講演がありますので見てくださいという情報発信がちゃんとされていると、はい、そうですね、製薬企業様からそういうような、受託をした時に、じゃあどういうようなポータルサイトを選ぶかということも、まあ、製薬企業さんに決めていただいて、まあ、それが決まった段階で私たちがそういうような集客するポータルサイト側の企業と、まあ、共同で事業を進めていくという形になりますね。ポータルサイト数でいうと今どれぐらいあるんですか。今はですね、大きく分けると3つか4つぐらいですかね。どういう分野で分けられるんですか。いや、あの同じようなことをやってらっしゃいますね。ああ、なるほど、選ぶ基準って何か違うんですか。そのやっぱりこの分野では強いとか、この企業にするとちょっとお金が高いけどもたくさんの先生方を集めてくれるとか、まあ、それぞれ特徴はちょっとありますね。一つのポータルサイトに大体どれぐらいの会員数が入っているような状況。大体10万人以上いて、まあ、成り立つというふうに言われています。なるほど。じゃあ10万人の方がそのポータルサイトに登録されているので、はい、そこからまあ何名かがこう視聴していただいているというような。そうですね、まあ、多い時には2、3000人ぐらいが同時に集まったりされてますね。なるほど。1回あたり2、3000人の方がその配信された番組を見ていただいているというような、はいはい、あのモデルになっている。そうです。なるほど、はい。サポートとしてはあの運営側 その集客であったりとか、あとはそのディレクターだったりとか、あのその段取りだったりとかも含めたところも全部一貫でやってるっていうことですよね。そうですね、あの、まあ、一番最初に製薬企業さんなのか声がかかった時にその打ち合わせをして、まあ、どういう企画でやりましょうか、まあ、どういうような集客サイトを作りましょうかっていう話をしたり、あと台本を作ったり、まあ、それで絵コンテみたいなのを作ったりして、まあ、それで本番がある時にも、まあ、ディレクターを私たちの方から出したり、あとオペレーターで機械の操作をする人たちもうちで出して、まあ、裏の方ではインターネットの、まあ、順調にいってるかどうかっていうですね、エンジニアがいたり、あとは、まあ、すごいたくさんの方が入ってこられますので、まあ、たまたまちょっと見れない聞こえないという方々にするサポートをするような、そういうコールセンターみたいなものもあの当社の方では全部用意して行ってますね。